セントメリーズ・スタジアムはイングランド・サウサンプトンにあるサウサンプトン FC の本拠地。UEFA のかつてのスタジアム格付けで4つ星を獲得していた。最大収容人数は32,689人で、これはロンドンを除けば南イングランドで最大規模となる。1980年代よりサウサンプトン FC は フットボールリーグで好成績を残しており、手ゼまで大幅な拡張工事を行えなかった、ザデルに代わる新しいスタジアムにクラブを移転させる計画があった。ヒルズボロの悲劇を受けて1990年1月29日に発表されたテイラーレポートは、フットボールリーグディビジョン1及びディビジョン2に所属するクラブに対し、1994年8月までに、 全席座席のスタジアムを整備するよう要求した。当初、クラブは、ザデルを全席座席のスタジアムとして改装することとし、1993年に工事が完了したが、改装されたスタジアムはわずか1万5000人しか収容できず、一方、クラブは1992年から新設された FA プレミアリーグに残留し続けたことから、移転への模索は続いた。 長らく、サウサンプトン郊外のストーンハムに2万5000席のスタジアムとレジャー施設の複合施設を建設する方法が模索されたが、結局これは実現せず、代わりに市の評議会は、ザデルから1.5マイルほど離れた市の中心地のガス、作業場跡地に新しいグラウンドを建設する許可を出した。サウサンプトン FC は、かつて、 移転予定地の近所のセントメリーズ協会のメンバーによってセントメリーズチャーチヤングメンズアソシエーションとして創設されその後サウサンプトンセントメリーズ FC そして最終的に現在のサウサンプトン FC へと変更されたという経緯があったことからこの移転はクラブの里帰りとして話題となった工事は1999年12月に着工され 2001年7月末に完了した。スタジアム自体の建設と周辺のインフラ整備を含めて総額で3200万ポンドの資金が投入された。セインツは2001年8月にザデルから新スタジアムへと移転し、収容人数わずか1万5000人強で、新スタジアムの半分にも満たない旧スタジアムは、その役目を終えた。 新スタジアムでの初試合は2001年8月1日の RCD エスパニオール戦で、この試合はエスパニオールが4から3で勝利を収めた。このスタジアムで初のハットトリックを達成したのはサウサンプトンの選手ではなく、サウサンプトンの試合でもなかった。オールダーショットダウン FC のスタフォード・ブラウンは2002年5月1日。 ハンプシャーシニアカップ決勝のハバントウォータールービル FC 戦で3ゴールを挙げ3から1でチームを勝利に導いた正面の外観スタジアムの形状は観客席全体が等しい高さの完全なすり鉢状であるまた両端にはどの席からでも見ることができる大きなスクリーンがそれぞれ設置されているスタジアムは4つのスタンドに分かれていて それぞれのスタンドに隣接しているサウサンプトンの地名に、ちなんだ名前が付けられている。東側のメインスタンドが、一チェンスタンドで、後ろ側を一チェン側が流れる。その対面が、キングスランドスタンド。南側のゴールの後ろにあるのが、チャペルスタンド、そして、北側が、ノータムスタンドである。チャペルスタンド、キングスランドスタンド、ノータムスタンドの背面の壁は、 ピッチに光をなるべく多く取り入れるために半透明のパネル状になっている。南端のチャペルスタンドの屋根も同様の理由により大部分が半透明になっている。一チェンスタンドの背面には42の機品室と警察のコントロール室が用意されている。また、このスタンドにはクラブ事務所、広域室、報道関係者用の設備、企業有待スイートが設置されている。 4つの優待スイートにはそれぞれサウサンプトン FC で功績を残した選手の名前が付けられている。ノータムスタンドはホームサポーター席だけでなくビジターサポーター席としても利用されている。ビジターサポーターにはカップ戦では最大4250人分、リーグ戦では最大3200人分の座席がそれぞれ割り当てられる。2009年、 サウサンプトン対コルチェスターユナイテッドの試合中のセントメリーズスタジアムのパノラマ写真をオープンした。際のグラウンドの正式名称はザ・フレンズ・プロビデント・セントメリーズ・スタジアムであった。クラブは当初、スタジアムの名称をスポンサー名のみにしようとしたが、ファンからの要望もあって、非商業的な名称が含まれることになった。そして、 2006年からスポンサーとなったフライビーは、スタジアムの命名権までは買収しなかったため、スポンサー名が含まれない、セントメリーズ・スタジアムという名称に落ち着くことになった。内部の様子このグラウンドの最大収容人数は、報道関係者席、幹部席も含めて32,689人で、ある。ただし、ノータムスタンドには、 ホームとアウェーのサポーターの干渉地帯が設けられるため、通常の試合では、上記の最大収容人数に達することはない。現在の観客数の最高記録は、2012年4月28日のサウサンプトン対コベントリーシティの試合で、観客数は32,363人であった。逆に最低記録は、サウサンプトン対シェフィールドユナイテッドの試合で、 観客数は13,257人であった。クラブが FA プレミアリーグに所属していた2004から05シーズンまでは平均観客数3万人台を維持していたが、クラブが株リーグに降格してからは観客は減少。しかし2009から10シーズンはフットボールリーグ1に所属していたにもかかわらず、 観客数が大幅に増え、2009年のボクシングデーに行われたリーグ1のエクセターシティ戦では3890人の観客数を記録した。結局、シーズンの平均観客数は2982人でチャンピオンシップから降格したシーズンにもかかわらず3000人近くも増加した。なお、カップ戦では フットボールリーグトロフィーのミルトン・キーンズ・ドンズ戦で29,901人、その4日後の FA カップポーツマス戦で31,385人を記録した。引き続きリーグ1に所属した2010から11シーズンもサポーターの後押しを受け、観客数は1万8 0 0 0人を切ることはなかった。このシーズンの最低観客数は、 ヨービルタウン戦の18,623人、最多観客数は、ウォルソール戦の31,653人であった。その翌年の2012から13シーズンに、チームが、チャンピオンシップに昇格すると、観客数は急増。さらに2013から14シーズンに、チームが2004から2005シーズン以来の FA、プレミアリーグを果たすと、 平均観客数はほぼ2000年代前半と同水準の3万人台まで回復した。その後のシーズンの平均観客数は、おおむね3万人から3万1000人の間で推移し続けている。2007年3月17日、10万2000ポンドをかけて制作されたクラブの往年の名選手、テッドベイツの記念像が一ンスタンド側の正面にて披露された。 するとすぐに、サポーターから、像が不釣り合いに大きく、しかもあまり似ていないとの批判が寄せられた。この11フィートの像は彫刻家のヤンブレナンによって、制作された。当時の会長のレオン・クラウチは、像の制作のための資金管理、像の発注及び設置を行った、テッドベーツ信託組合に対して、像の交換または、回収に対して、資金を援助すると述べた。 こうして像は序幕から一週間も経たないうちに撤去された。新しい像は2008年3月22日に披露された。2002年10月、イングランド代表対マケドニアの試合が行われ、デビッド・ベッカムとスティーブン・ジェラードが得点して2から2の引き分けであった。また、このスタジアムでは、日本対ナイジェリアの試合も行われた。このスタジアムでは、 UEFA の大会も開催された。2003年9月、UEFA カップ1次ラウンド、サウサンプトン対ステアワブカレストの試合が行われ、1から1の引き分けに終わった。2008年2月5日、U-21 イングランド代表対 U-21 アイルランドの試合が行われ、u 十一イングランド代表がゼロで、勝利した。また、 2011年6月5日には、U、U-21 イングランド代表対 U-21 ノルウェー代表の親善試合が行われ、U-21 イングランド代表が2-0で勝利した。イングランド代表は、U、U-19 からフル代表まで全てのカテゴリーで、このスタジアムでは無敗である。現代のスタジアムでは通常であるが、スタジアムは会議場としても使用され、 優待スイートは、州の大半は、会議目的で利用することができる。スタジアムにはクラブが支援する、チャリティー団体の、セインツファンデーションが入っている。また、市が支援する、サウサンプトン市トレーニングオフィスも入っており、若者の職業訓練を行っている。また、セントアンズや、セントジョージズなどの地元の多くの学校がプロムの会場として利用している。 このスタジアムで007カジノロワイヤルなどの映画の試写会も開かれたことがあり、2005年はエルトン・ジョン、2006年はボンジョビのコンサートが開かれた。2007年8月にはエルビス・プレスリーのトリビュートイベントが開催され、2007年10月25日にはサウサンプトン FC のファンでもあるクレイグ・デービッドが演奏したが、どちらも会場は スタジアムのメインボールではなかった。2008年6月11日にはボンジョビが再びセントメリーズで演奏を行った。当初は2015年のラグビーワールドカップでもこのスタジアムが会場として利用される予定であったが、結局この大会では使用されなかった。1チェンを除くすべてのスタンドは必要に応じて拡張工事を行えるようになっており、これが完成すると、 スタジアムの収容人数は5万人近くに達することになるが、スタジアムを建設した時と同等の費用がかかると見られている。スタジアム名はセントメリーズとなっているが、実際にはセントメリーズにはなくチャペルエリアに存在している。住所は次の通り、サウサンプトンフットボールクラブストリートメリーズスタジアムブリタニアロードサウサンプトン SO145FP 平均観客数と所属リーグ、2016から17、30、936、2015から16、30、750、2014から15、30、652、2013から14、3212、2012から13、30、874、2011から12、26、419、2010から11、22、 162009から10、20、982200809、17、849200708、22、253200607、23、556200506、23、614200405、30、6 1 2三零3 0 4 31、699200203、30、 6 8 2例0三0 2 3633最高観客数、32363、タイコベントリーシティ、フットボールリーグチャンピオンシップ、2012年4月28日。最高得失点差での勝利、8レーサンダーランド、FA プレミアリーグ、2014年10月18日最高失得点差での、敗北。 0 4対マンチェスターユナイテッド FA カップ2005年3月12日両チームの合計得点が最高の試合8レイ2サンダーランド FA プレミアリーグ2014年10月18日ありがとうございます